ビジュアルベーシックはマイクロソフトが1990年代に開発していたプログラミング言語及びその処理系。通常はビジュアルベーシックまたは VB と呼ぶ。ビジュアルスタジオに組み込まれ様々な種類のアプリケーション開発に用いられる。後継となるビジュアルベーシックネットに関しては当該項目を参照。1970年代、1980年代に 開発されていた前身のマイクロソフトベーシックについては当該項目を参照。アプリケーション組み込み用の言語、ビジュアルベーシック c for a p p l i c a t に関しては当該項目を参照。なお、マイクロソフトのドキュメントでは、バージョン2005以降のビジュアルベーシックネットをビジュアルベーシックと呼んでいるが、本記事では、ネット非対応のビジュアルベーシックのみを取り扱う。 初期のバージョンはベーシックから派生したマイクロソフトのクイックベーシックを拡張したものでラジアンに対応した統合開発環境の名称でもあった。もともとが初心者用言語のベーシックから派生しているという来歴から VB もプログラミング初心者用入門者用と言われることが多かったが実際には様々なビジネスシーンで活用されている。 マイクロソフト Windows 用の GUI アプリケーションを開発する場合、最も原始的な方法として C、C 言語で Win32 API を使い、コードベースで全ての GUI 処理を記述していく方法がある。この方法は Windows の全ての機能にアクセスでき、全てを制御することができることがメリットだが、その代わりコード記述量は膨大なものとなり、開発効率が悪い。 VB では、ホーム上にあらかじめ用意された各種の GUI パーツを配置して、それらのプロパティが変更されたり、マウスでクリックされたりするなどイベントが発生した場合の処理を記述していくことでプログラムを作成していくスタイルが特徴だったが、現在では多くの GUI アプリケーション開発環境において、このようなスタイルでのプログラミングが可能であり、VB はその講師であったことになる。 グラフィックの描画など GUI を実現するときに付随する定型的な画面管理はパーツの内部で行われるためプログラマが直接記述する必要性が大幅に低減され記述が煩雑になりがちな GUI を利用したプログラムを簡単かつ効率的に作成することができるバージョン1.0では Windows 版の後に MS-DOS 版が発売されており、キャラクターベースにもかかわらずコントロールを配置して GUI を構築することができた。ただしキャラクターベースであるため、フォームを使用した場合、グラフィックスの描画は不可能である。言語仕様は、旧来のベーシック言語に比べ、構造化プログラミングの機能が加えられるなど大きく拡張されており、加えてオブジェクト指向に近い概念も取り入れられている。 VB4 でクラスモジュール機構が導入された。VB5 でインターフェースの実装を利用したポリモーフィズムが導入された。ただし、バージョン6.0時点では C や Java といった言語と比較して、オブジェクト指向プログラミングのための機能が十分には実装されておらず、特にクラスの継承に相当する機能がなかった。なお、 後継の VB ネットでは完全なクラスベースのオブジェクト指向の機能やビジュアルシート遜色のないソリューションプロジェクト管理機能も実装されている。マルチメディアコンポーネントである Microsoft d a r ク t x に関しては一部のバージョンのみビジュアルベーシック上からでも利用が可能となっている。ビジュアルベーシック点0では VB 用のコムタイプライブラリーを使用することで d a r t x 7及び ダークテックス8を利用できる。しかし、これらの VB 向けダークテックスインターフェースは、Windows Vista 以降では、サポートされていない。ビジュアルベーシックのユーザーインターフェースのドラッグドロップデザインを作成した、アラン・クーパービジュアルベーシック1.0がリリースされたのは1991年である。ユーザーインターフェースを作成するためのドラッグドロップのデザインは、 アラン・クーパーが開発したプロトタイプのホームジェネレータトライポットに由来する。マイクロソフトはクーパーと契約しトライポットを Windows 3.0用のプログラム可能なフォームシステムにするために Ruby というコード名で開発した。トライポットにはプログラミング言語は含まれていなかった。マイクロソフトは Ruby と同社のクイックベーシックを組み合わせてビジュアルベーシックを作成することにした。 インターフェースジェネレータルビーはビジュアルベーシックの視覚的な部分を提供した。ルビーはまた追加のコントロールを含むダイナミックリンクライブラリーをロードする機能も提供し、これは後に VBX インターフェースとなった。アラン・クーパーはビジュアルベーシックの父と呼ばれている。ビジュアルベーシックには大きく分けて2種類ある。一つはバージョン1.0から6.0までの旧来版。 もう一つはバージョン7.0以降のネットフレームワーク対応版である。ネットフレームワークに対応したバージョン7.0以降はバージョン6.0以前と比較して大きな変更が施され互換性もない。32ビット版と16ビット版の Windows プログラムを開発できる最初のバージョンとなった。爆発的に普及が始まった。 Windows 95用のアプリケーション開発環境の一つとしてリリースされた。ボタンやコンボボックスのような標準コントロールに加え、サードパーティーから発売されたコントロールをマウスを使った GUI 操作で配置することでアプリケーション画面を作成することができ、プログラム生産性が高いことが特徴だった。特にサードパーティー製の高機能なコンポーネントが多く、 発売され、熟練開発者でなくとも操作性の高いアプリケーションが開発でき、当時のエンドユーザーコンピューティングに大きな影響を与えた。VB4 の言語仕様が Office95 の VBA に切り出され、Word VBA、Excel VBA、Access VBA の仕様とも融合した。技術面で見ると、前のバージョンまでは VBX コントロールを使っていたが、 このバージョンからビジュアル C などを用いて COM のコントロールを開発し、これらの部品群の組み立てをビジュアルベーシックで行うことが容易にできた。特に Excel などのアプリケーションオーレを通じて制御することができるため、帳票を扱うような業務アプリケーション開発の分野で使われることも多かった。Win32 ネイティブコードへのコンパイル機能がサポートされるようになり、実行速度が 大幅に向上した。開発環境内でのインタプリタ実行も引き続きサポート。ActiveX に完全に対応し、ActiveX オブジェクトを使用することはもちろん、作成することも可能。そのため、ActiveX コンポーネントとして公開されていた DAO や ADO、O4O AD などを使用して、SQL サーバーや OracleDB を制御することができ、多くのビジネスシーンで使用された。また、 バージョン1.0からの経験も蓄積されていたため、ビジュアルベーシック6.0を扱えるプログラマ、情報量ともに豊富だった。ウェブアプリケーションを開発するための方法がいくつか用意されていた。Microsoft Office のアプリケーション用のマクロ環境として実装されているビジュアルベーシック。反復操作を自動化するだけでなく、Windows のフォームやボタンなどのコントロールを ドキュメント内に配置して、ドキュメント編集のための GUI を構築することも可能となっている。言語仕様としては、本家のビジュアルベーシックで、ネット以降がリリースされた後も、ドキュメントの互換性を保つ目的で、ビジュアルベーシック6.0ベースのものが実装されている。Excel や Access、Word などのアプリケーションで実装されているほか、独自に開発したアプリケーションに VBA を 搭載することも可能で、サードパーティー製のアプリケーションに VBA が搭載される場合もある。本家、ビジュアルベーシックとの大きな違いは、搭載アプリケーション内でしか実行できない点にある。VBA を用いることで、対応するアプリケーション内の各要素をクラスオブジェクトとして操作できる。Excel を例にとると、Excel アプリケーションを表すアプリケーションオブジェクト、 Excel ブックを表すワークブックオブジェクト、スプレッドシート中のセル、またはセル範囲を表すレンジオブジェクトなどが VBA から操作できる。Office 2007まではバージョン6系列のビジュアルベーシックが採用されていたが Office 2010ではバージョン番号を7.0としている。主な変更点として64ビット環境への対応が挙げられる。ロンプティファー。 ロンロングなどのデータ型や、それに伴う変換関数の追加などが行われている。アクティブサーバーページーズの規定の言語であり、Windows スクリプティングや、クライアント側の Web ページスクリプティングでも利用される。文法は VBE に似ているが、VB ランタイムではなく、Web スクリプト、DLL で実行される別の言語である。ASP および Web スクリプトは、ネットフレームワークを使った、 アスプ、ネットとはまた別物である。ビジュアルベーシック6.0の後継言語であり、ネットプラットフォームの一部である。ビジュアルベーシック、ネットは、ネットフレームワークを使ってコンパイルされ実行される。ビジュアルベーシック6.0と広報互換性はない。自動移行ツールも用意されているが手動での手直しも必要となる。マイクロソフトビジュアルスタジオでは、 繰り返し発生する操作を自動化するために、ビジュアルベーシック言語による IDE マクロ環境が用意されている。前述の VBA とは異なり、ビジュアルスタジオのバージョンに応じたビジュアルベーシックが使用できるようになっており、ビジュアルスタジオネット以降は VB ネットを使ってネットフレームワークを利用できるようになっている。なお、各マクロプロジェクトは、 テキストファイルのソースコードではなく、ブスマクローズファイルにメタデータとして、バイナリ形式で保存されるようになっているが、各モジュールを VB のソースファイルとしてエクスポートあるいはインポートすることもできる。公式のマクロ機能は、ビジュアルスタジオ2010までの提供となり、2012では廃止された。ビジュアルベーシック5以前のバージョンでは、P コードへのコンパイルのみをサポートしていた。 p コードは言語ランタイムによって解釈される。p コードのメリットは、ポータビリティと小さなバイナリサイズであるが、実行時に解釈するレイヤーが追加になるため、実行速度が遅くなる。ビジュアルベーシックアプリケーションの実行には、Microsoft Visual Basic ランタイムが必要であり、XX は50、60などのバージョン番号が入る。MSVBVM60、DLL は、 Windows 98から Windows 7までのバージョンの Windows のすべてのエディションで標準コンポーネントとしてインストールされていた。Windows 95マシンはプログラムが必要としている DLL をインストーラで配布する必要があった。作成したアプリケーションのパッケージにランタイムを同梱して配布することがマイクロソフトにより認められている。Visual Basic こと6はコードを Win32 ネイティブと P コードのどちらにでもコンパイル。できたが、いずれにせよ、ビルトインの関数やフォームの利用にランタイムを必要とした。VB ネット以前のビジュアルベーシックでは以下の不都合が指摘されていた。旧来型ビジュアルベーシックの最終バージョンであるビジュアルベーシック6.0は2004年3月29日にサービスパック6がリリースされた後、 2005年3月31日にメインストリームサポート期間を終え、2008年4月8日に延長サポートの期間を終えた。したがって、現在は開発環境のサポートを打ち切られている状態にある。ビジュアルスタジオネット2003以前の IDE 製品は、Windows Vista および Windows Server 2008上での実行サポートが打ち切られたが、ビジュアルベーシックに関しては、 後継の VB ネット移行との互換性がほとんどなく、他開発環境への移行も難しいことから、マイクロソフトは例外的に32ビット版の Windows Vista 及び Windows Server 2008での Visual Basic 6.0の IDE 実行をサポートしている。ただし、64ビット環境での IDE 実行はサポートされない。また、Windows 7及び Windows Server 2008R に、 以降では、開発環境の実行サポートも打ち切られている。ビジュアルベーシック6.0で作成されたアプリケーションや OS に同梱される VB6 ランタイムについては、Windows 7以降および Windows Server 2008以降での動作サポートが継続されている。64bitOS 上では、WAO64 により動作する。プライベートサブコマンド1クリック。ムスグバックスハロー。 ワールド、エンドサブ、上記はコマンドボタンコマンド1に関連付けられているイベントハンドラーの例である。対応するコマンドボタンをクリックするとメッセージボックスにハロー、ワールドと表示される。ありがとうございます。